ランスカリン。アメリカの中核地域でまた UFO の目撃者が出たようだ。すぐ調査に行かなければ。でも今夜ニュージャージーでドラッグと武器の密輸があるって情報が入ってるわよ。どうするの？はっ、そういうありふれた犯罪は FBI の管轄じゃないんだよ。はい、どちら様？ FBI のモルダーとスカリーです。郵便局から取ってきたペンのこと、あれは無意識にバッグに入れちゃったんです。ほんと返そうと思ったんだけど、犬が噛んでぐちゃぐちゃにしちゃったんで。いえ、ご主人に UFO のお話を伺いに来たんです。ああ、そうなの。どうぞ。シンプソンさん、この中にあなたの見たエイリアンがいたらおっしゃってください。いやー、いや、いません。ひでえ、ムカつく。人権侵害と。エイリアン虐待だ。じゃあ、いくつか検査をしますね。これは嘘発見器です。私が質問したら、はいかいいえで正直に答えてください。わかりました？はい。待てよ、スカリ。このテストの目的は？別に、少し痩せた方がいいだろうと思って。まるでサイが走ってるようだね。ええ、人間とは思えない。じゃあ、ホーマーさん、エイリアンを見た夜の行動を全て再現してみてください。まず男だけの社交クラブに行って、バグギャモンやりながら哲学について語り合った。ミスターシンプソン、 FBI に嘘をつくのは犯罪です。バニーの車の中でマスタード食ってた。あんた美人だね、捜査官。俺が独身だったらもうすぐナンパしちゃうよ。すまん、口が滑った。マジに言えないで愛してるんだ俺は。あ、1セント。ねえ、あんたら一体何者なの？ FBI のモルダーとスカリーです。 FBI？ あ、失礼。追っ手がかかった。シーワールドにすぐ返せ。赤のマーブルチョコも青のマーブルチョコも食べちまえば同じ味よ、だろ？ホーマー、問題の夜、ここを出てからどこに行ったの？ここに突っ立ってたら、バケモンが森から飛び出してきた。どうしよう、だから助けて。4日もここにいる。入れ歯も亀に取られちまった。ほや、あそこ、こら、戻ってこい。走るんじゃない、捕まえてやる。こんなひどい任務初めて。人間を食べるウイルスに襲われた時よりひどい？こら、あー、自分の入れ歯に噛まれた。あの時よりイライラするわ。調査は打ち切りましょう。そうだな。でも何かが我々を見ているんだ。我々の知らないところでエイリアンは活動している。宇宙人は人間だけ？ありえない。それが証拠に不思議は存在する。ハイチのブードゥー教、アパラチア山脈のチベット数占い、理屈で解明できない数々のミステリー、真実はそこにあるのだ。クジラがこんなに重いもんとは。あ、やばい、 FBI だ。